人生とは常に自分のために創造することであり、ビジネス班、そして周囲の人々のより良い未来を創造することである。すべての交流は単なる挙式ではなく、つながりであり、物足らりの展開だった。ところが2021年、私は予想もしなかった事態に見守われた。私のビジネス、私の夢は自意的に中止され、利益だけでなく私の情熱の本質までもが奪われたのだ。子供たちは、子供たちの成長の激動的なシンフォニーは沈黙し、バーチャルな世界の単調さにとって変わられた。家族で一緒に私たちは集団を移すことにした。私たちの夢がまざげられない地平線を探すために、私たちは少女心がママへ、起業家が尊敬の富に潤くような場所を求めていた。そして私たちはフロリダを探し求めた。可能性が地平線のように無限に広がる土地、イーツビザを先として、私たちは手抜きに出た。既存の企業を買収するのか、フランチャイズに加盟するのか、自分の専門知識から先進なものを生み出すのか、私には選択肢があった。その投資は金銭的なものだけでなく、感情的、心理的なものだった。私たちはレンガを積み重ねるように未来を加速いていった。私の木は思いやりと気かさを持ち、高齢者をはまい、希望と愛で日々を満たす介護に天使を見出した。今は毎日が私たちの回復力、決意、信念の名称だ。私たちはただ生きているのではなく、繁栄し、私たちの遺産をこの地域社会の植物に刷り込んでいるのだ。日を追うごとに、この土地との箔は深まっていく。隣人は家族であり、顧客は友人であり、私たちの毎日は目的にあふれている。子供たちは奔放な子供時代の魔法を再発見し、私たちは喜びと金簿のリズムを見つけた。今日の苦難から明日の希望へ、わせたちのたらりは人間の精神の武器の強さの章である。私たちの物語があなたの心に歯向くなら、エクソジウムをあなたのガイドにしてください。エクソジウム .info を訪れて、自由と繁栄、そして新たな目的の安便へとナビゲートしてください。